中国の覇権欲を示す軍事パレードに、笑顔で臨んだ韓国大統領パククネの精神構造を疑問視する向きがある。ウィキペディアでは、覇権とは、特定の人物または集団が、長期にわたって、ほとんど不動とも思われる地位あるいは権力を掌握すること。それによる地域あるいは国家の統治を覇権統治という。それに成功した国や人物は、 覇者と呼ばれる朝鮮半島と中国大陸の関係史といえば中心となるのは大陸国家の皇帝が半島国家の王を霊俗させた歴史だこの霊俗の歴史を半島人は同胞を出し抜き宗主を欺いて生き延びただから自分のための嘘や裏切りはちっとも悪いことではない中国各王朝でもまた 権力争いから同じようなことが当たり前になっていた中国と朝鮮は同根同姓なのだ夕食会で乾杯する韓国のパク・クンヘ大統領と中国の習近平国家主席右は ロシアのプーチン大統領2015年9月2日北京の超魚大迎賓館ひいずるところの我が国は海を隔てたことが幸いして古来この悪兵が及びこなかったところが中国新朝末期に臭いものにハエがたかるがごとく北のロシアが真の領土を狙い始め弾みで日本は北へカラフトと千島を奪われてしまった アジアでヨーロッパ列強のおかせ脱を受けなかったのは日本とシャムだけだとよく言われるが実は日本も領地と認識していた樺太・千島を軍事威嚇でロシアが押し付けた不平等条約によって奪われたことを忘れてはならないロシアはこの暴挙ばかりか日本本土にさえ照準を合わせ始めたことで明治政府にはロシア教異論が一気に強まった 一方でロシアは真の東だったん、外満州を奪って宴会州としさらに満州朝鮮王も飲み込む勢いを見せる明治政府は自国防衛のため国家の帝を成し得なくなった李朝を叱った激励しただが未だ総指揮取りの真に妨害され 致し方なく日清戦争を経て朝鮮を独立させた腐りきった大韓帝国王族は真な気遅れにロシアの侵食を許してしまうまたしても明治政府は自国防衛のため日露戦争を経てもはや独立国として存立しえない韓国を併合したその後の日本が朝鮮を自立した地域にするためいかに力を尽くしたかを 杉本幹雄氏が、別冊正論、総復讐、日韓併合で、実証的に網羅している。韓国では、日本の朝鮮統治を、日帝の七奪と非難し続ける。一君主に主権三生命四土地五資源六国語七生命を奪った七つの題材だと。致し方なく主権は奪ったが、父に近い統治で、王族はほぼそのまま。しかも、 併合前より裕福に存続した。朝鮮語やハングル、朝鮮文字を学校の聖果にもした。はじめ氏は、朝鮮政が基本で人権を擁護し、土地を正確に測り、資源を開発し、産業を振興し、人々の暮らしや文化を飛躍的に向上させた。韓国は、戦後も日本の多大な経済協力に、 感謝するどころかつばして平然としてきたこの事実を豊田有恒氏が同じく振り返っている現在の韓国人が戦前の日本が半島に注いだ努力を侵略題材などと非難するのは事実に目をつぶっているのではなく知らないからだろう初代大統領李承晩の「反日」を継いだパク正しきは「新日の仮面で」で 日本に莫大な援助をさせつつ国内では反日教育を徹底したそれが現在まで続いている中国に頼らなければ国家存立もおぼつかなくなりかつての作風を望んでいるのかとさえ思わせるパクムクゲ恵みの韓国に教育の是正を求めても無理だろうなぜ史実を韓国人日本人は資料を出し合い面と向かって 突き詰めないのでしょうか